はい、どうも、セピアです。今回は、アストラリスが人数不利の時に B セットをしてラウンドを取った時の B セットの投げ物の紹介をしていきたいと思います。まず、テプリーなんですけど、テプリーは、この、ホールあるじゃないですか。この、なんか、巻きに立った時大きく見えるポール2つ。これの1個左のラインに合わせて、縦のラインを、で、高さは、この2個ある屋根の高い方に合わせて、まず木を投げます。そしたら、FB を低い方の屋根に合わせて、ここに被らないような場所で歩いて、電線の2本目に被さった瞬間に離す。そうすると、このコイルあたりの木と、サイト側の束縛 FB が投げれます。で、次はマジスクです。マジスクはこの塀をブーストしてもらったら、端っこに、この端っこにクロスエアを合わせて、この右下の葉っぱと真ん中の葉っぱの中間にボールを通常投げして、真っ黒を燃やします。で、次がジープ。ジープは、この出っ張りから、1、2、3個目で、高さが、この、グニグニみたいなのがあるんですけど、それに合わせて、で、ジャンプ。そうすると、この2番上と、この1番辺、まあ、下とかも全部燃える、モロトフが足ります。で、この、モルトフを投げたら、サイト側に1本 FB を入れて、で CT に1個入れて、その後、さらに CT に FB を入れて、一緒に、もう1人この辺にいた味方と一緒にピークしていきました。行っていました。で、最後グレイブですね。グレイブは、この、屋根と屋根が交わったところから、1個目のくぼみのちょっと上ら辺に合わせて、ジャンプ。このモルトフを入れてから、後ろに一緒にこの辺でモルトフ投げてたジープの CT も開けるまで、グレイブはこのモルトフを投げてずーっと CT を置いていました。で、そのジープが CT も開けて FB を投げたら一緒に出ていってましたね。で、これが最終的にどうなるかというと、 CT 目、あ、じゃねえや、トイレの CT 目、でかなり場所を潰してから FB がたくさん飛んできて、で人数で攻めるっていうかなり綺麗なセットをしていました。で、豆知識なんですけど、そのビューモデルがクラシックの人、あのビューモデルプリセットポス、これが3になってる人は、こうやってモルトフ構えた時の左手の人差し指がこの、まあ、ちょっと丸くなってるところ、角のに合わさって、で、ジャンプ投げをすると、結構綺麗に、こっちも燃える、モルトフが焚けるようになります。これめちゃめちゃ簡単なんですけど、まあ、ピン外した時の音でバレてから合わせたりするんで、急いでる時は、最初に説明した時が、の投げ方がおすすめです。でもまあ、こっちも投げやすいので、まあ、使い分けてみてください。今回の動画はこれで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。